こんにちは、ひまひよです。今日はハロウィンにぴったりなかぼちゃのヘルシースイーツを紹介するよ。やったー、めっちゃ楽しみ。お母ちゃん、これでおやつ作って。任せといて、めっちゃおいしいプリン作っちゃうよ。豆腐？かぼちゃは皮をむいてから一口大に切るよ。かぼちゃを入れて蓋をして、レンジで加熱ゴーゴー。豆腐、ラカント、卵を入れてブレンダーやミキサーで混ぜるよ。こんな感じ。うわー、うまそう。豆腐どこ行った？ブレンダーやミキサーがない場合はフォークで潰してね。豆腐、ラカント、卵を入れてしっかり混ぜてから裏ごしするよ。ココットリに生地を流し入れて2個ずつ、レンジで加熱ゴーゴー。粗熱が取れたら冷蔵庫へゴーゴー。ねっとり濃厚かぼちゃと豆腐のプリンの完成。おお、かぼちゃが濃くてうまいね。うわ、めっちゃクリーミーだにゃ。ほんのりお豆腐風味でうまいにゃ。甘さ控えめだからメープルシロップをかけるのもおすすめだよ。相性バッチリだね。ヘルシーで美味しいって最高だにゃ。かぼちゃのスイーツ作っちゃうよ。やったー。皮を剥いて一口大に切ったかぼちゃ、水を入れて蓋をして、レンジで加熱ゴーゴー。しっかり潰すよ。こんな感じ。ラカント、卵を入れて滑らかになるまで混ぜてね。豆乳を入れて軽く混ぜるよ。ベーキングパウダーを入れて手早く混ぜたらトントンしてね。レンジで加熱ゴーゴー。竹串チェック。生地がついてこなければ OK。 ナイフでぐるっと一周なぞって取り出すよ。えい。おお、ふわふわでうまそう。かぼちゃの蒸しケーキの完成。うわー、ふわりしっとり、かぼちゃが濃くってうまいにゃ。かぼちゃがたっぷり入ってるからね。甘いの好きさんは蜂蜜をかけるのがおすすめ。うん、蜂蜜とローリ最高だにゃん。ハロウィン楽しみだにゃ。じゃあかぼちゃのスイーツ作っちゃうよ。かぼちゃは一口大に切って皮を取り除くよ。ふんわりラップをして、レンジで加熱ゴーゴー。よく潰してね。ラカント、牛乳、卵、バニラエッセンスを入れて滑らかになるまで混ぜるよ。あればブレンダーやミキサーを使ってね。こんな感じ。ラップを敷いた耐熱容器に生地を流し入れるよ。表面を平らにしたら、レンジで加熱ゴーゴー。粗熱が取れたら冷蔵庫へゴーゴー。お好みの大きさに切り分けてね。板を使うと楽ちんだよ。チャンネル登録よろしくね。かぼちゃのケーキの完成。しっとりしててめっちゃうまうま。かぼちゃが濃くって最高。お次はアレンジ。ホイップに黒ごまやオレオをパラパラしても美味しいよ。オレオトッピー最高でじゃん。栄養満点なかぼちゃをたっぷり使ったヘルシーなとろ生チーズケーキ作っていくよ。やっほーい。耐熱容器にくしゃくしゃにしたクッキングシートを敷いておいてね。かぼちゃは皮を剥いてから一口大に切るよ。耐熱ボウルにかぼちゃ、水を入れて蓋をして、レンジで加熱ゴーゴー。クリームチーズ、ラカントを入れてね。ラカントでカロリーをオフ。フォークでかぼちゃをしっかり潰しながら混ぜるよ。水切りヨーグルト、卵を入れてよく混ぜてね。少量のクリームチーズと水切りヨーグルトで脂質をオフ。ブレンダーやミキサーを使うのがおすすめ。こんな感じで滑らかに仕上がるよ。耐熱容器に生地を流し入れてトントンして空気を抜いてね。浮いてきた気泡を用事で潰すよ。レンジで加熱ゴーゴー。真ん中は生っぽくても大丈夫。粗熱が取れたら冷蔵庫へゴーゴー。とても柔らかいのでお皿に移すときはヘラなどを使ってね。うわー、ツヤツヤでうまそう。かぼちゃのとろ生チーズケーキの完成。いただきます。おー、かぼちゃが濃くってうまいや。かぼちゃにはビタミンとミネラル、食物繊維がたっぷり入ってるんだよ。かぼちゃってすごいにゃ。めっちゃクリーミーじゃん。口の中でとろける。生クリームは使わず代わりに水切りヨーグルトを使ってるからめっちゃヘルシーだよ。じゃあたくさん食べれるにゃ。チーズケーキ食べたいな。でも糖質や脂質が気になるって方は作ってみてね。ハロウィンにおすすめだよ。ヘルシーで美味しいって最高じゃん。この動画が良かったなって思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録で応援してね。それではバイバーイ。